私父さんとこに弁当届けに行ってくるから、お前これ食べてて。父さん。うん。おお、玲子、いつ来た？昼の弁当持ってきたよ。どうする？今やる？その前にちょいと小便させてくれ。すごい、もう立ってる。
おう、谷岡のせがれか。これ正蔵さんに渡してくれって頼まれたもんだ。おう、なんやこれ。スルメですよ、スルメ。おお、持ってきてくれたんか、はい、まあ、中入んね。今娘がよ、昼弁届けてくれたよ。食ってたとこれ。あ、こんにちは、谷岡さん。こんにちは、レコちゃん。いつもお世話になってます。あ、こちらこそ。まあ、ここ座れよ。あ、すいません。じゃあ、谷岡さん、失礼します。それじゃ。親父は番屋の明け番で、今日は寮は休みだ。俺が家を出かけるのを待って、多分今頃親父と兄貴はハマってる頃だ。3年前に母親が死んでから、姉貴の親父を見る目つきが変わった。盛りのついたメスになった。親父と姉貴に血のつながりはないもんだから、親父も色目を使う姉貴の虜になっちまってよ。俺の目盗んじゃやりまくって、どんなに何もねえってふりをしても、一緒に生活している俺にはすぐわかるっちゃ。俺はお袋の連れ子でよ、いずれよ玲子を物にしたいと心密かに思ってたんだが、親父に持ってかれちまった。ああ、俺は正直玲子に夢中なんだ。あの体なんとか物にできねえもんかな。レコ、ひとしは行ったか。うん、行ったよ。レコ、レコ、こっち来い、こっち。うん、ひとし、食べて。
ただきます。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、
お前どこ行ってたの？鳥小屋の掃除。私今ここで倒れてたんだけど、なんで？知らん。俺外にいたから。お前、私に何か飲ませたの？知らん。俺外にいたもんでよ。お前、味噌汁に何か入れたろ。何言ってんの？私今ここで倒れてたの。なんでなの？知るかよ。私を眠らせて、お前、私に何かしたろ。バカかお前。姉に向かってお前とは何だ？そこどけ。私のこと眠らせたろ。知らん。嘘ついてるなお前。正直に答えろ。そうかよ。こういうの準婦女暴行罪って言うんだよ。そっかよ。親父さんに言うよ。証拠でもあんのかバカ。バカバカって私を何だと思ってるの。親父さんのこれだろ。やっぱりお前私のこと眠らせてやったな。そっかよ。正直に言え。知らん。 DNA 検査すればお前の体液がここにくっついてたのがわかるよ。やってみれば DNA。 私が欲しかったんか。親父の使い古しなんかいらねえ。私のこと好きなんだろ。嫌いじゃないよ。満足か？眠ってる私を犯して。顔に似合わず、したたかだな、お前。いって！まあいいわ。今回は目をつむる。今から5年前、俺が23歳、妹が13歳の時だ。両親が海外旅行中、乗っていた飛行機が墜落し、乗員乗客全員死亡という悲劇に見舞われ、そのまま帰らぬ人となってしまった。半年近く泣きくれた妹。当時自分はアパートで一人暮らしをしていたが、15歳の妹が不憫で同居することになった。両親は再婚同士、自分は父親の連れ子、妹は母親の連れ子でした。母親を突然失ったせいもあるのか、妹はどこへ行くにも何をするにも自分にひっつきっぱなしだった。夜寝る時も私の布団に入って寝た。おい、明美。夏の夜、雷でも鳴ろうものなら自分にしがみついて離れなかった。妹が16歳になったある夜、当然のように俺と妹は一線を越え結ばれたのだ。2度3度関係を持つたび、妹は俺とするセックスの虜になっていった。いただきます。お姉ちゃん、
私幸せ。お兄ちゃんは？ああ幸せだ。なんで幸せなんだって聞いて兄ちゃん。ん？なんでだ。お兄ちゃんといつもセックスできるから。あけみはセックスセックスセックスってバカ。ただいま。おかえりお兄ちゃん、うん、すぐハマろう。妹に彼氏ができた。妹はその彼氏を家に連れてきて俺に会わせた。はじめまして、真鍋豊と申します。27歳です。どこまで行ってる？どこまでと言いますと？セックスまで行った仲かと聞いているんだ。はい、すいません。何回ぐらいやった？何回も。ゴムはきっちりとはめてんだろうな。ゴムはしっかりとはめてんだろうな。いいえ、はめてません。バカ、なんで別のよ。今まで男を知らない妹になぜか彼氏ができた。しかもすでに肉体関係があるという。今までの俺は何だったんだ。私は兄貴以外の男を知らない。付き合ったことがないから。でもそんな私に彼氏ができた。もう何回もセックスしている。親父が娘に夢中というより娘の方が親父にぞっこんなんだ。彼氏も作らず今のところ親父一筋。まあ親父としてはこのまんま一生俺のそばにいてくれればいいんだが。おとなしそうな顔をして弟のやつ何かを企んでいる。私と親父さんとの仲を嫉妬しているのは間違いない。どうやったら姉貴を物にできるか。眠らせるしか方法はない。どうやって眠らせるか思案のしどころ。